阪神巨人の一騎打ち。結局7連戦は小浜以外に負けなかったのか、強い。V や年の巨人並みに勝ってないか、9月の勝ち数えぐいだろ。勝負がけしてる感じもなく普通に勝ってる。チュニドラ弱すぎてイライラするわ。今年1回も勝ってない投手に負けるとか。4連勝で来てたヤクルト怖かったけど、なんとか守り勝ったな。今ってヤクルトとカープのどっちが弱いんだろうか。巨人との優勝争い見られるのはファンとして幸せよ。直接対決で決着したらええな。阪神はあさっての高橋宏斗と対阪神0点台の菅野で2敗はするでしょ。ヤクルトは阪神と巨人で変わりすぎ。まあ、阪神は勝ってるわけだから加点打ちが悪いわ。てか今の阪神が強すぎる。巨人が残り6勝6敗だったら阪神は7勝3敗以上じゃないと無理と考えるとまあだいぶ厳しめ。仮に巨人が7勝5敗なら8勝2敗なわけだし。阪神が残り全勝する場合、巨人も1敗もできない。そう考えると直接対決さえ制すれば残り試合数はそんなに関係ないんよな。勝ちパの登板方くらいかね。優勝予想より最下位予想の方が難しい。